ですね。コーチは浜田美恵さんです。今シーズングランプリシリーズのカナダの大会では非常にいい滑りを見せていましたね。そうですね、非常にいいプログラムですし、なかなか凝ってますよね。はい、見せ場の一つです。そうですね、ちょっとスタンブリングしてませんか。ここで安心しましたか。そうです、もう本当に早めにアクセル飛んでくれないかなって思っていましたけどね。レバックスピンも素晴らしい、綺麗ですよね。ウィンドミルした時に足ちょっとつきましたし、日本の17歳太田雪乃選手でした。非常に人気が高いというか、はい、その日本人であるというその日本どこの憂いさ、はい、そのプログラムの中にそのこう貯めるその気持ちと、まあ、いわゆる早く言えば山田なでしこっていうのかもしれないけど、その日本人のこの良さが表情で現れているところがね、なんとも外人外国では魅力があるみたいな。あ、そうなんですか。そういうふうに思います。あ、また彼女は踊れる選手ですもんね。そう、ただジャンプ飛ぶときはいつも心配そうですか。そう、強く飛ばないじゃないですか、踊りながら飛んでるので、うん、どうしても弱さがあるから強く飛ぶようにっていう指示はね、この大会に向けては出してたんです。あ、そうなんですか。ですから少しぐらいステップを抜かしても、強いジャンプ飛べた。それはだいぶそうしてると思うんですけど、他のジャッジは誰も気がつかない、同じステップを踏んでると思う。あ、そうですか。そう、ですから飛べるように、少しいじってます。あ、そうですか。さあ、城田さんも映っていらっしゃいますけれども、いや、それは全然来るつもりなかったんですよ、浜先生が早くっていうね、どんな点数かで、いや、そこでウィンドメリして足ついてるよねって言いながら、いや、でも言ってますね。そこがどうなるかなっていう心配は、
二人でそれで二人で誰も気がついてないとか分かりにくいですよね。ちょっと抜いてる時そうでしょ、分からないでしょ、あの肝心なところでスポッと抜いてジャンプに力入れるようにしてます。あ、そうなんですか、うん、まあいろんなね戦略があるんですよね。そして私は心配してるのはウィンドミルでやっぱり引かれてるのと、うん、ちょっと足りないの引かれてるかなっていうか、じゃあそこで次のことも話してるんですよね、こう次はこうってやっと得点が出るようです。いや完全に今回裏方でしたからね、だからジャケットも着てないんですよ5点台です。下が 5.0 上が 5.7 まで出ています。これが技術点です。そしてプレゼンテーション、下が 5.2、上は 5.8 です。そして1位からジャッジは3位までをつけました。